マンダレー。マンダレーは、ミャンマー、以前のビルまでヤンゴンに次ぐ、第二の都市であり、人口は927、0000人。2005年、人口調査、2014年の都市圏人口は2、140、0000人に上る。イギリスにより併合されるまで、ビルまで独立を保った最後の王朝、コンバウン王朝の首都、1860年から1885年。 であった。また、現在のマンダレー地方域の区とである。マンダレーは、国土のほぼ中央部に位置し、エイヤワディ川の東岸で、ヤンゴンの北7 1 6トルの乾燥地帯の中央にある。マンダレーは、1859年5月23日に、ミンドンミン王によって建設され、1885年の第三次英明戦争を経て、 大英帝国に併合されるまで、ビルマで独立を保った最後の王朝の首都、1860年から185年であった。ビルマの他の町とは異なり、マンダレーは近隣にハティバウンガという名の村が存在したとは、いえ、より小さな居留地が町の一部へと発展したものではない。マンダレーは仏教の2400周年の祝祭の木にまさに、この場所に偉大な都市、 仏教の都が現れるであろうというブッダの予言に、従って標高236メートルのマンダレー宮のふもとに建設れた。ミンドン王は、その予言を実現させることを決意し、アマラプラの王国を統治していた1857年1月13日に、新たな王国を創設する直令を発した。登るイ記念式典は1858年1月に、挙行され、 それまでの王とアマラプラは解体されて、像によりマンダレー級の麓の新立地に運ばれた。非公式と共に、ミンドン王は、ビルマ歴1219年、1857年、カ火ン月の6番目に月が欠け始める日に、マンダレーの基礎を定めた。王は、同時に、7つの建造物の基礎も定めた。城壁で囲まれた王と、それを取り囲む堀、マカワフカマラゼーン仏頭。 駆動堂パゴダ、パトンホーシュへサインという名の行為場開始機場、厚まし、比類なき総員、サドホマザヤット、説教のための公会堂、仏典を収めた図書館が、それである。王都全体は、レイキュンオーングマイ、四塔の上に立つ栄光の地と呼ばれ、王宮は、メアナン三丁ン、名高きエメラルドの王宮と呼ばれた。王国の新主とは、ヤダナボンネピード。 そのパーリー語名である、ラタナプラ、宝石の塔を意味する、のビルマ語訳と呼ばれた。その後、呼び長岡にちなんで、マンダレーになった。その名は、パーリー語のマンダラ、平原を意味する。マンダレーは、太鼓の表面のように平坦であると言われる、マイナスの派生語でり、パーリー語のマンダレ、幸運の地を意味する、の派生語でもある。マンダレーは、ちょうど十九年後の、 第三次英明戦争の間、占領されることになる。東大の王である T ・ボーミント、王妃、スパイ・アラットは王宮から退去することを強いられ、結局インドに亡命した。王宮はダフリン4歳と改名され、イギリスとインドの軍隊が宿営するために使われ、多くの驚くべき財宝が略奪された。その中で最も優れたものの一部は大英帝国に完装され、 今なおビクトリアアルバート美術館で見ることができる。第二次世界大戦中は日本軍が中国の補給船を立つことを狙ってインドシナを占領した。しかし1939年1月にはビルマを経由する新たな補給船がすでに開通していた。これはビルマルートとして知られるようになったものでラングーン、ヤンゴンからマンダレー、ラシオ、 保山市及び昆明市を経由して重慶市に至るものであった。何万トンもの軍事物資がこの道を通って中国の民族主義者に届けられ日本軍を苦境に陥れたために日本軍はこの補給線を立とうと躍起になった。そのため日本は地元民族主義者集団の支援を狙って30人の死死に引きられたビルマド立義勇軍の設立を援助した。 彼らの指揮の下で日本はビルマに侵攻し、マンダレーを1942年5月2日に占領した。王宮を含む要塞は日本軍の平坦部に転用され、イギリス軍がラングーの都と港とを奪回するための上作戦の一部として1945年3月にマンダレーを解放したのに先立って激しい爆撃にさらされた。王宮は完全に消失し、 王立造兵局と自称等のように一体の石造りの建物を組み合わせたミリアは石造りの台座を残すのみとなった。その後、ネウィンが1980年代に忠実な複製を建設した。1948年、ビルマはイギリスからの独立を宣言し、ビルマ連邦の結成とともに、マンダレーはマンダレー地方域の区ととなった。2000年代に入ってから、 多くの中国人移民が移住しており、元からの住民が追い出される事例が発生している模様である。ミャンマー国鉄のマンダレー中央駅は、ヤンゴンからの幹線鉄道の終点駅であり、ピンウールイン、ラシオ及びミッチーナへと、さらに北方に伸びる視線の起点でもある。1990年代に、欧米が制裁を課して、以来、カジンがマンダレーの経済の支配を強めつつある。 1999年に中国の援助で新たな国際空港であるマンダレー国際空港が完成した。現在ではミャンマー最大の中国資本の拠点である。国境で賄賂を支払い、ミャンマーの国民証明書を手に入れて移住する中国人が増えているとされ、地元住民からはリトルチャイナと呼ばれている。また、マンダレー市内には 住民名義で工場を経営する中国人やマンダレーで生産した衣類に中国製のタグをつけて香港経由で米に輸出していた中国人経営の工場も存在するという。マンダレーへの道としての A やディ川の名声は今でも残っており、米や料理用油、穀物、竹、地域材等の農産物をはじめとする物流の大動脈となっている。マンダレーは 北部及び中部ミャンマーの取引及び通信の中心でもある。主要産業には、木の織物、タペストリー、翡翠の切り出しと研磨、石及び木の彫刻、大理石及び、聖堂の仏像、寺院の装飾品及び、道具一式、黄金及び、銀の葉の製作、マッチの製造、醸造及び蒸留がある。マンダレービールは、マンダレーにおいて、 産業省が醸造しており、ミャンマーにおいては有名なビールである。ミャンマーにおける最初の国有醸造所であるマンダレーは、マンダレーラガー、マンダレーアカラガー及びマンダレーエールを生産している。4月が最も暑く、摂氏40度前後まで上がる日もある。雨季はおおよそ5月から10月まで。マンダレーは、ミャンマーにおける仏教文化と信仰の中心であり、 無数の僧院と700を超えるパゴダがある。マンダレー級のふもとには世界最大の本としても知られる世界の公式仏典が駆動堂パゴダの中にある。そこには仏教のパーリ経典が全文掘り込まれた729枚の石板が一枚ずつ白い仏塔に収められている。マンダレーの球場市内の建物は囚人を用いて 近年補修された堀に囲まれている。球場市は第二次世界大戦中にほとんど破壊され、今は複製に置き換えられているマンダレー王宮、マンダレー刑務所、さらに北西方面部隊の司令部である陸軍中屯地がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。